16の池がある知立市の無量寿寺。およそ3万本の柿姿は平安時代の歌人在原業平が伊勢物語の中で読んだことでも知られています。去年中止になった柿姿祭りは、今年は新型コロナ対策で売店での飲食販売をやめて開催され、爽やかな晴天となった今日、訪れた人たちは艶やかに咲き誇る花を鑑賞しながら散策していました。綺麗でね、綺麗ですね。紫が何とも言えないですね。見頃はあと1週間ほど続くということです。